そうだよ、お祭りの開会式は明日だ。今日何曜日？金曜だっけ？あ、君か。なんだね、何か用か？今よアルバ、やるしかないわ。今よアルバとか、そんなタイミング測るようなことでもないでしょう。署名を渡すのは別に違法行為でも何でもないんですから、粛々と渡せばいいんですよ。今が何チャンス。分かってる、おばあちゃん、私たちがついてるよアルバ。だからそんなに大したことじゃないって、渡すだけじゃん。わしらならできる。じいちゃん何もしてないじゃん。あんた自分で好き勝手写真撮ってただけでしょ。何言ってんだここに来て。え、もしかしてあれですかね、ヨーロッパでは嘆願書を渡すのって命がけの行動なんでしょうか。下手な渡し方すると腹を切れみたいなことを言われるんですかね。あれば嘆願書を手渡す準備はできた？できてません、まだです。心の準備ができません。できてません、まだ。おい、私の時間を無駄にするのはやめてくれないか。ちょちょ、ここで何やってんの。その蝶々らしくない格好してさ、すね毛見えてるし。錦さん頑張れ。そんな頑張れとか声援投げかけるような行動ではないはずなんですけどね。祭りの開会式があるんだ。それは明日でしょ。明日まで暇じゃん、何言ってんの。分かったわアルバ、心の準備ができてからでいいから。この配慮はありがたいけれど、渡すのに心の準備なんていらんのよ。あれ？あ、動けるようになった。犬がいるじゃん。さっきできなかったから。あー、え、撫でてるだけなんね。あー、了解。よし、じゃあ改めて渡しましょう。またお前たちか。望みはなんだ。私はとても忙しいんだぞ。望みは建設反対しかないじゃん。中止か、建設中止。 OK、 渡そう。コク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 。町長、セカラの住人が声を上げています。なんか言うことだけは立派なんよね、イネス。ほとんど活動には手を貸してないけど。署名もしました。あんなバカバカしいホテルは必要ありません。怒ってますね。アルバ、持ってきたものを見せて。50人分しかないんですけど。こういうのって、あの、住民の3分の2以上のうんたらが必要みたいな、署名が必要、同意が必要みたいな、なんかそんな法律で決まってましたよね、日本では。ここでも、あれかな、50人で全住民の3分の2以上を取ってたりするんでしょうか。け？嘆願書？このけっていうのは、あれかな、スペイン語？イタリア語？何語だっけ？本気なのか。それじゃあ、いやいや、こんなもので計画を変えることはできない。まあ、ただの嘆願書ですもんね。君たちはそのちゃんとした手続きを行っていないじゃないか。そうなん？ BGM 大きいけど、急に大きくなるんだよな、このゲーム。 BGM がさ。だからこの嘆願書には法的な効力はない。そうか、そうなん？どういう法律か知らんけど。ホテルは計画通り建設する。それじゃあ大事な仕事があるんでね。質問など聞くわけがないだろう。ワンマンな町長、いいですね。さようなら。武力行使しかないな。あ、住民はなんかそんな顔をしてますね。そうなのかな、どうなんですかね。では仕方がない、武器。結局そうなるんですか。いやいや、え、イネスもお冠ですね。今何が起きたの。なんかジョジョみたいなこと言うじゃん。け、出たよけ。ちゃんとした手続きをしていない。くだらない、そんなの嘘っぱちだよ。いや、さすがに町長が嘘までついたら、もうそれは懲戒免職もんじゃない。
嘆願書を無視なんてできないはずよ。町全体の署名があるんだもの。でも法律にのっとってないって言ってたけど、その辺どうなん？そうさ、それに何をあんなに急いでたんだろうね。きっと何か隠してるよ、あのバカタレが。町長バカタレ呼ばわり。あれば、おばあちゃんの言う通りよ。調査しないと、町長を尾行しましょう。おー、いいね。アドベンチャーゲームらしくなってきましたよ。町でイネスと一緒に町長を探す。とか言いつつ結構楽しそうなんよね、イネス。ん？イネスと町長に関する話をする。それじゃあ、町長を尾行して誰と話すのか調査するわよ。もうパコしかいないじゃん、そんな。でもあまり近づかないようにしないと、スパイみたいにね。探偵じゃなくてスパイなんですね。あなたの携帯にカメラにはズーム機能があるわ。町長が誰かと話しているときはズームで写真を撮って。ああなるほどね。こんな更新所みたいなことをするのにもカメラ使うんだ。ほんほんほん。え、撮ってあげようか。間抜け。そうじゃなくて、蝶々どこ？蝶々どこ？こっちかな？あ、ん？あ、ん？あれ蝶々か？このすね毛は蝶々。誰かと話をしているっていうか、これは、あれじゃない？このチケ、あ、違うな。え、誰だっけこれ？まあいいや、ちょっと撮ってみよう。うん。え、それが何？これ屋台のおっちゃんじゃないの？屋台のおっちゃん。蝶々はパエリアを確認していただけね。ああ、なるほど、明日のお祭りのためですね。次にどこに行くのか見てみましょう。うん。あ、移動した。尾行しましょう。尾行はね、ウォッチドックスでやってて得意ですから。またこれは女と密会か。女と密会現場をパパラッチ。ほい、フライデーしていく。フライデーか。最近は文集とかじゃないんですかね。やっぱフライデーかな。私たちの嘆願書を無視した直後にジェラートを食べに行くの？いいね。ジェラート食べたいな。前もそんな話したね。ってことはやっぱりイタリアかしら。ジェラートはいい人にしか食べられないのに、そんなことはないんじゃないかな。お金があれば誰でも食べられるものですけれども。最近でもジェラート屋自体があんま見かけない気がするな。あと追うわよ。OK？ 行くぜ。これあんま近づきすぎたらゲームオーバーとかなるんですかね。このゲームにゲームオーバーなんてないと思ってたけど。ちゃんとね、こっそり歩きができるんですよね。アルバ。振り向かれたら終わりですけど、これはそういうゲームじゃないんで、そんなことにはならんでしょう。誰かと話している。よいしょ。梅田駅にジェラート屋さんがあって、いつも気になってるけど食べるところがなくて食べられないです。あー、駅か。まあジェラートくらいだったら食べ歩きでもいいんじゃないんですかね。まあね、そのお店の中にイートインの場所とかあったらいいんですけど、あと梅田だったら観光気分で、ね、食べ歩きで良いんじゃないって思いますが、ちょっとね、最近ここのとこ寒いから外で食べるのはちょっとなって思いますけどね。撮影、ほい。これ誰？おばちゃん。蝶々と話してた時、マリアは不満そうだったわ。あの人マリアっていうの？何か文句を言ってくれてたらいいんだけど。みんな文句タラタラですね。支持率 16% ぐらいまで落ちてそう。
ほら、町長が次にどこに行くのか見届けるわよ。結局さ、この人住民と話してるだけ。弾丸書を無視したと思ったら、今度は私の仕事に口を出してきた。あ、この人あれだ、大工だ。あの、なんだ、ツールボックスくれた人ですね。あの男はハンマーも使ったことないくせに。そりゃだって町長だもの。とにかく町長は丘を登って教会の方に行ったわよ。教会なんかあったっけ、ここ。教会なんかあった？わかんないけどあるんだ。上がってますね。その、その二木さんの顔文字はそれは何？ダンシングですよね。踊る、踊る、何？この BGM に乗ってるんですか？あ、あれはパコだ。あ、話してるとこに突入していったらどうなるんでしょうね。気になるな。よし、ここで撮影。え、ね、今なんか受け取ったな、お前。パコだわ。ほら、ホテルの建設会社の男、町長と話してる。そりゃあね、仕事の話ぐらいはするでしょうけど。今よ。何が？でも現行犯じゃないとダメだから。何の？何の現行犯？町長とパコ、あのブリーフケースの中身が写った写真が必要よ。あれですかね。ブリーフケースの中には、札束が入ってる的な、賄賂、贈賄の罪で、みたいな。いや、収賄か。収賄の罪で、みたいな。そういう話なんでしょうか。ブリーフケースが一緒に映るように町長をスキャンする。さっきしたじゃんね。さっき受け取ってから撮影したのに。カメラ。え、ブリーフケースどこ？前に持ってんのかな。反対側から撮らないと、ブリーフケースは映らないと思う。それとも、あれか、タイミングを見てこっちに振り向いたりはないのかな。中身は金かっぽいですよね。この辺から撮れる？あ、ちょ、撮れそう、撮れそうだけど、もうちょっといい絵が欲しいな。こういう時は本来ならね、超望遠で撮るべきなんですけど、なんでスマホのカメラなんかで撮ろうとすんのよ。活動家ならちゃんとしたカメラを用意してほしい。ちょっとカモメ邪魔。いいんじゃんこれ。ほい。うん、いいね。完全に撮ったわ。っていうか、こんなさ、もう誰からも見られるような場所で札束数えてるのおかしくない？自宅でやればいいじゃんね。あまりにもずさん。パコ、おい、何やってんだ？見つかってしまったわ。あなたは犯罪者よ。証拠があるわ。いやいやいや、建設の代金ですっていう、そういう言い訳できますからね、今なら。またあいつらだ。見られたぞ。ちびっこ活動家です。どうもどうも。しっかりしろ、トニー。トニーって言うんですね、この町長。こんな子供たちに我々の計画を止められるわけがない。いや、でも今の贈賄の写真は、いや、収賄の写真は結構クリティカルじゃないでしょうか。町長に聞いてないの？島のみんながあなたのバカバカしいホテルに反対して署名したのよ。ここで署名の話は別に、それよりもお金の話しようや、さっきの。そんなにこの署名力があんの？署名だって、はははん。おい、見ろよ、トニー。飛んだ活動家気取りだ。確かにな。確かに、うんたらかんたらリーグっていう活動家名乗ってますけど、まあ、結局は子供の遊びなんよ。何歳かわかんないけど。お前ごときが世界を変えられると本気で思ってるのか？いいね。大人の発言だね。いや、俺は、
あえてここは首を振る。そうね、子供には無理です。ごめんなさい。ごめんなさいではないけど、無理です。世界は変えられません。思った通りだな。さあ、それをこっちによこせ。これは証拠写真をよこせっていうことなんでしょうね、きっと。そんなこと言ったらさ、この写真がもう大事なものだっていうのがバレバレなんですけど。あ、え、違う、え、それ、あ、署名をアルバのこんな顔初めて見たな。あらあら、ちょっとアルバ、この緊急事態に靴ひもなんか気にしてんじゃないよ。何やってんの。署名燃やされて怒るとこでしょ。何靴ひも結び直してんの。エアドロップでいいですか。ああ、最近はそういうこともできるんですよね。簡単にファイルの受け渡しができる。残念ながらアンドロイドなんで無理なんです。イネス、意地悪な人ね。意地悪どころの問題じゃないけどな、今のは。あの不吉なホテルと一緒に島から出て行って。不吉なホテル、どういうこと不吉って。ここは私たちの島よ。そうなん。あはは、だがもうすぐ俺の島になる。そうなん。蝶々置いてけぼりじゃん。お前さん、いいのそれで。まずはホテルだ。そしてやがてこの島を全部いただく。すごいなぁ。典型的な悪者ムーブしてますけど。こんなことはできなくない？できんのかな？地上げとかしていくタイプ？まあ、だったら、全部自分のものにできそうですけど。蝶々は？大丈夫？待った。なんだって？トニー、こいつの携帯を壊せ。写真を撮られるのは好きじゃないんだよ。ははは。笑ってる場合か。っていうか、署名燃やす前に携帯を没収するのが先でしょうが。ダメだ、もういい。何急に。君は、いや、私たちはやりすぎてしまったようだ。急に改心するじゃん。なんなん、町長。なんで？どこにそんなポイントあった？なんで？ホテルはみんなの利益になるはずだ、はず、ん？なるはずだったんじゃないのか？まあ、そうよね。トニー、あんたの財布にとってはとてもいい利益になっただろう。もうすでにいくらかもらってるようですね。いや、さっきのブリーフケースの話かな。これは私が望んでいたことではない。私は間違っていた。何今さら。ブリーフケース受け取ってお金を受け取ったらもういいやみたいな。お前が悪いって言って足切りするわけ。とんでもねえ町長やで。バコ、もうこれ以上お前の金もお前のホテルもいらない。十分もらったからだ。もう十分もらうものはもらったからもういい。帰れということですか。なんか結婚詐欺師みたいだな。はあ、なんて弱虫なんだ。それに役立たずだ。人としても町長としても。町長として役立たず。確かに。人として役立たず。まあそうかもしんないな。なんと。ちょっとこの、蝶々いきなり心変わりするのよくわかんないですよね。何だったんだ？これで終わりだ、パコ。急に仲間割れ。ホテルを撤退させろって心配するならそのうち消えるさ。ん？そのうち消えるさ？なぜ？ひとまずおさらばだな、この裏切り者の目。簡単に諦めるじゃん。契約上の問題とかあるんじゃないの？白紙撤回とか言うと、これ多分損害賠償問題になるけど、その辺大丈夫？それともどっちも何も考え、あ、ブリーフケース持って帰ったな、お前。まあ、そりゃそうか。町長、すまなかった。こんなはずではなかったんだ。どんなはずだったの？ホテルは島の利益になると思った。まあ、その側面も確かにある。だが、パコはどんどん話を大きくしていった。今すぐ警察と話をした方が良さそうだ。警察と？あのおまわり毎日ぐるぐるの警察とが役に立つか？いろいろと聞かれるんだろうな。うん、急に肩落としてんじゃん。セカラルの住人の皆さん、心からのお詫びを申し上げます。謝罪会見だ。
重機もう入っちゃってますが、ですよね、何台も重機入ってるし、すでに作業は入ってますから、あそこで働いていた従業員の人もいるし、どうなるのあれ。私は全力でセカラルを見守ることを誓いました。ですがパコやホテル、そしてその他多くのことに関して皆さんの忠告に耳を貸すべきでした。急に心変わりよね、本当に。なんなん、ちょっとついていけないか。パコは逃走中、逃走中です。警察が必死で捜索しています。え、なんで、え、なんで、なんで逃走中っていうか、普通に家に帰っただけじゃないの。警察なんで捜索してんの。何の罪、そもそも罪になんのこれね。え、言ってみりゃ逆に、あの町長が勝手にあの契約破棄したっていう、悪いのは町長だけっていう気がするんですけどね。ホテル建設が中止になることは言うまでもありません。私は直ちに町長の座を降りることにします。おお、急に改心したじゃん、この悪人顔がよ。質問は一つだけならどうぞ。なんで一つだけよ。謝罪会見はもう質問の場でしょうが、全部答えろ全部。あのふにゃふにゃふにゃリーグは自然保護区がいつ復活するか知りたいのですが、何をもって復活とするかなんですけど、難しいこと言うじゃん。私には分かりません。しばらくは無理だと思います。あれかな、あの町の財政で何とかしろっていう、そういう話をしてるのかしら。そもそもこの町はあの町議会とかないんですかね。全部村長が独断で決めてたの。いいな、そういう町の町長になりたいわ。セカラルには復旧のための資金がないので、あれか、ホテルのために全部お金渡してるとか、そういう話。私の後継者が解決策を見つけてくれることを願っています。丸投げよ、これは責任問題になるな。裁判で追及されるやつ。私は皆さんを失望させてしまいました。本当に申し訳ない。いいよ、降りろ降りろ。そんな、これだけ頑張ったのに自然保護区を救うことができないの。すぐ怒るね君。言うてでもあれですよね、あのホテル建設は中止になったんだから、まあ、地味な活動していけばそのうち自然保護区も元に戻るんじゃないんですかね。そんなことないわ、みんなで協力して復活させましょう。そうですよね、私たちならできる。前向きじゃんこの人たち、いっつも水着なんですけどね。そうよ、私たちならできるわ。イネスもなんか本当に調子がいいですよね。私たちならできるわ、自然保護区を救うわよ。さすがウンタラリーグ、2人ともよく頑張ったよ。そうだな、家に帰って休もうじゃないか。明日は祭りだ。町長捕まったけど祭り開くの大丈夫？お祝いするには最高のタイミングだな。町長捕まっておめでとうのお祝い。まあそれまでにパコが捕まってくれることを願おう。あいつがなんで捕まっ、あいつは贈賄罪か。いやでもお金持って帰ったけどな。何の罪で捕まるのか分かんない。そして土曜日です。願い事には気をつけて。アルバアルバ起きるんだアルバ。え、ちょっと待った、火事じゃないこれ。ああ火事だわ。アルバ、ホテルの建設予定地で火事だ。安全のために子供は全員ラロケッタに避難することになった。あ、え、あの島へ。そうか、まあここも島だから逃げるとこないですもんね。急がないと船が出発してしまう。わしのスクーターに乗るんだ。え、スクーターの、ああ届けてくれるってこと。なんか、ああ火事か、まさか、まさかの火事だな。ちょっとこれは意外な展開だわ。ここで待っててくれ。他の子供たちがみんな集まったかペレに聞いてみる。
どこにも行くんじゃないぞ、危険だからな。これは行けっていうフラグ。フラグ？前振り。あ、ちょっと困った顔してる。今の山猫の声じゃない？ああ、言うことも聞かずによ。お前はよ。最悪だな。あ、じ、え？あ、じいさん、じいさん操作。どうもこんばんは。じいさんです。私がこのゲームの主人公です。よろしくよろしく。自然保護区すべて焼けてなくなってしまう？結構大きそうな火事でしたよね。どうなのかな。じいさんのターン、じいさんのターン来た。ちょっと足元おぼつかないけど階段大丈夫？なんか悲しい音楽流れるじゃん。どこ行けばいいのかな。じいさん、じいさん、あ、地図もあるわ。地図あるけどどこに行っていいかわかんない。あのバカ娘どこ行った。本当にとんでもねえやつだな。ん？あ、バケツでなんとかなるの、あの火事。家の方に走っていった。うん。じいさんさ、家行くんだったら、あ、これ直してなかった。じゃないや、家に行くんだったらさ、スクーターで帰ればいいんじゃない。なんで、あ、わざわざ歩くの。アルバを探してるの。アルバなら家の方に向かったよ。なんか大事な使命がどうとか言ってたけど、あのバカ娘がよ。ん、ばあちゃんもいる。これ煙ってるんですかね。これが全部煙だってなるとかなりの大火事ですけど。大変。アルバとすれ違ったら追いかけようとしたんだけど、早すぎて見失ってしまったよ。家の裏を確認しようと思ってたんだ。ビセンテ、アルバを見つけないと。そうね。とっ捕まえて往復ビンタして縄でくくって島に掘り込もう。家の裏って言ったけど、裏ってどこ。ん、これ。ああ、こっから行けと。どこに行けと。家の裏ってことはこっちかな。なんなんこの歌。なんて言って歌ってんでしょうね。ん？向こうになんかあるっぽい。ああ、うさぎ直す。え、な、直す。ちょっとボタンが効かない。これどうなってんの。なんだろう、キーボード入力がなんか優先されてる感じがするんですよね。あ、もしかして Windows キー押してた。違うか。直せませんね。じいちゃんには直す力がないってことかしら。ゴミ、じいさんじいさん、ちょっとあの娘っ子探すのが先よ。あ、こんなとこにこんなんあったの。全然気づかなかった。家のすぐ裏じゃん。こっちかな、多分。ビセンテ、そっちはダメだ、危険すぎる。いや、アルバは見てないよ。間違いなくこっちには来ていない。違うか。火が広がってきて、もうちょっとでうちの鶏が丸焼けになるとこだった。鶏どこやったの。チキン冷めないね。え、どあっちかな。城の方に行ったんでしょうか。いや、こっちかな。道があるし。
この辺あんまり歩いてないからどこがどこにつながってるのか分かってねえんですけど。ああ、ビセンテそっちに行っちゃダメだ、危険すぎる。あれば、いや見てないよ、家に帰ったんじゃないか。そうね、とにかく気をつけて見ておくよ、頑張って。あなたはこの猫何やってんの、またなんか毒でも食べたんですか。ここ自分家ですよね、さっきの。だなあ、うーん、やっぱりじゃあ城方面か。実際ハワイとかグアム系のリゾート地はほぼ山火事で焼けてましたよね。え、そうなんですか。あんまりその辺は詳しくないないんですけど、火が広がってる。アルバー見てない、こっちには来てない。あ、これあれだ、城で発掘してた人ですね。今のところ誰もこっちには来ていない。アルバーなら大丈夫や、あの子は勇敢な冒険者だから。冒険者、そんなことない、あいつは活動家ですよ。ん、これはババア。あ、アルバのリュックと帽子。え、なんで